几万个人，全部都害了。自己编织的去大溪地吗？大溪地，然后再从大溪地拿回来吗？对啊，真的很近，热手。子供が、あのさっき写真自分で置いたんですかって。そうです。そうじゃない。他没有在外面吃过外面的披萨，都是自己做的。他不知道外面的披萨什么味道。嗯，他自己。我那都炒干了，然后是的，然后有肉的，有鱼的。那现在他做这个动作是交换上下两片披萨。これがやっぱりあの温度の違いで、それ上下をちょっと交換してさっきのピザ。そうですね。これね、もう古いの。ああ、私が結婚した時に作ったの。因为这个是他结婚时候用的。结婚的时候快60年了。もう65年前。65年。もう65年前。65年前的烤箱用到现在。すごいね。だから今度ね、このお正月にね、あのロークがね、全部ここのあれを全部変えるって言うんですよ。そうですか。みかんとかいろいろ。シフとか欲しい。因为这名古屋有那个附近有那个伊势湾嘛，那边有很多的海产类，所以大概就是到名古屋去买海产。でも養殖は買えません。あ、そう。その地のお魚しか。あ、そうなの？うん。養殖は行っても買ったことない。哦，养殖的鱼。餌が怖いから。养殖鱼他不买。何食べてるか。你知道为什么？因为他不知道他吃的那些饲料是什么东西，所以他不买那种养殖的鱼，他都买海的那种鱼啊。そういうふうに若い時からねやってたから、主人は90歳まで一度も入院したことなかったんです。病気したことは。所以因为他买的食材都是很好的，然后是不是像养殖的他不要，然后所以呢，因为吃的东西都是很健康的东西，所以他先生可以活到九十几岁。在那个之前他基本上都没有住过院。だからあの最初の時はいつもお弁当持ってました。持ってきました。会社の時？うん。会社の時。アイサイ弁当だ。いつもお弁当を持って。他说他，他休息去公司上班的时候呢，都是他亲手做的便当，让他带到公司去吃。そういうふうな人でしたからね。外で食べないから。それだからあの一月の三日は主人のね誕生日だから作りますよね。一月の三日ですね。他说一月三号呢是他先生的生日啊。嗯，だけど十八日が私の誕生日なんですよ。同じ一月。一月的十八号是他的生日，一月三号是他先生。だけどね。十八是他的生日。自分のために自分で作るの嫌だから。お父さんどっか食べに行きましょうって言ったの。はい。そしたらね、僕外で食べるの嫌だって。なるほど。那因为呢，一月十八是他的生日嘛，所以他就想说啊，他不想说自己做的东西自己吃，生日时候吃，他就跟他先生说，那可不可以我们到外面吃啊？だから誕生日やりませんもう。それからずっとこの何年間やりません誕生日。所以呢，他先生说不要不要，我喜欢在家里吃。他煮的誕生日やり。所以呢，他也没办法，所以还是都在家里煮就对。これ何ですか？ニンニク。あ、那个是ニンニク。大蒜。最初来た時はその話を聞いて。